どうしようかな。夜にしてからもう一回来ようかな。あれ？ちょっとあんた。よかった。話が進んでくれてよかった。何ですか？支配人がお呼びだ。来てもらおうか。いやー、黒服がいっぱいいる。支配人？あ、おばあちゃん。実はタバコ屋のおばあちゃんが。手洗い真似して悪かったね。シルバームーンの支配人、西川よ。よろしく。あの掛け布団僕使ってます、西川の。あんた岩田って男を探してるようだけど。そうですね。あれだね、目標の静かに関係がある話だろ。なぜそれを。あ、違うよ、選べばいいんじゃないか。何、なぜそれを知っている。あ、まさにそれだね。そうだ、さすが地下パチンコの支配人。まあそんなところだ。まあまさか俺の心が読めるのか。まさか俺の心が読めるのか。裏の世界の話なら何だって耳に入ってくるのさ。ほう。さて本題に入ろうか。はい。岩田のことを嗅ぎ回るのをやめてくれないか。ん？この店じゃあの男のことはタブーでね、お客が来なくなっちまう。岩田ってなんだっけ。もう忘れちゃった。私が岩田のことを教えよう。ただここは地下パチンコ店シルバームーンだ。欲しいものはパチンコで手に入れてもらうよ。やっぱりパチンコするのか。あー、どうしよっか。面白そうだな。そうしよう。仕方ないな。遊びに付き合ってやるよ。どっち選んでも行く道は同じじゃないか。面白そうだな。面白そうだな。そうしよう。はーい。パチンコ好きはそうでなくちゃね。はーい。それじゃ景品カウンターに岩田の情報を並べておくよ。あ、そういうこと。それを取ったら岩田の情報を教えてあげよう。支配人か。岩田の情報取ってこいってか。いくらだろうな。いや、もう買える。岩田の情報買えた。買うか。だってもう僕今日パチンコしたくないんだ、あんまり。なんか初犯の事情で。はい、買ってきたよ。ほう、確かに岩田の情報を手に入れてきたようだね。それじゃあ教えてあげよう。岩田の何を聞きたいんだい？正体。岩田はね、土地ブローカーってやつさ。値の上がりそうな土地を安く買い叩いて高く売りつける。それだけなら普通の商売だがね。岩田はそのためなら手段を選ばない。この出玉町の昔の住人も、岩田に脅迫されて出て行ったって話だ。性格。岩田は用心深い。自分は奥に引っ込んだまま手下を使って悪さをするのさ。自分は偽名を使い一般人のふりをして悠々と生活している。多分あんたも会ったことがあるよ。メガネをかけた太った背広の男だよ。渡来かな、食通の。あ、あいつか。え、誰。どっちでもいいや。あ、あいつか。あ、当たった。そう、食通の渡来だよ。あの静香って女も手下みたいだね。協力してパチパラ町を脅していたようだね。あ、噛むな。ようだよ。最近はあまりうまくいっていないようだったがね。
岩田が仕事をしくじるとは何かあったのかもしれないね。岩田の評判。いいわけないよ。あの男のおかげで大損をしたお客さんが何人もいるんだ。うまい投資話を持ちかけてね。まあ引っかかる方も悪いんだがね。今はうちの店では出入り禁止にしているよ。探すなら他を渡っておくれ。これで岩田の情報は全てだ。あとは他で探すことだな。ピース埋まんなかったな。僕、岩田に関しての情報がすっぽり抜けてんな。なんで岩田を追ってたんだっけっていうのがすっぽり抜けてる今。まあ一回出よっか。ちょっと待って一回ね。これだろ。これをね、これをやってんだよね。まあいいや。はしごを登る。どうしよっかな。もうちょっと今日は疲れちゃったから、もう夜にして盆踊り行っちゃおっかな。どっかで飯食ってくか。じゃあ天ぷら屋だったっけここ。あ、そうだね、天ぷら食っていこう。ゆっくり食べる。天かすが売ってるよ。こんなに安い値段でランチにしよう。大満腹になった。会計をする。これで夕方になって、で次はあれだな、天かすを食べて夜にしよう。天かすを食べます。あ、いっぱいある。あ、天かす、はい。んで会計をする。で夜になった。夜になったからね、裏パチンコ店とか見に行きたいんだけど、中華料理屋にもさ、名前がついてた店員みたいなのがいた気がするんだよな。それを一回だけチェックしに行くわ。多分本編に関係するでしょ、するでしょ、名前があればね。関係しないかな、こいつね。朝倉徹。関係しないか。飯食えばいいんじゃないかな、じゃあ中華料理店でね。あいつ多分何か鍵を握ってる気がしないでもない。んで、裏パチンコ店にも行きたいけども、ちょっと僕の喉が限界を迎えてきてるんで、もう今日はデートして終わりだ。動画の長さがね、どれくらいになってるかわかんないけどね、長かったらすいませんと。なるべくね、不要な部分はカットしたいと思いますけどね。さあ、ゆきちゃんいるかな。ゆきちゃんいなかったら裏パチンコ店行こう。いたー、よかったー。いたね。はーい。
やあ。こんばんは。見て、浴衣。かわいいでしょう。よかった。ゆきちゃんがいてくれて。あ、なんか画面がめっちゃ近づいていったね、今。やだもう。そんなにゆきをじろじろ見ないでよ。お、上目遣いしてますよ。あ、お麺屋さんだよ。こっちこっち、こっちに来て。はーい。これは多分のりこさんと同じことをするんだろうな。いろんな種類のお面があるよ。かぶってみたら似合うと思うな。ええ。そっか、かぶれとな。はい、はい、かぶりましたよ。似合う似合う、すごい似合ってる。あ、向こうに金魚すくいがあるよ。そっか、お面ってああいう感じを当てるんだ。ごめんというか、ギョメンというかね。似合ってますか？あ、ちょうどひげがいい感じですね。はい、金魚すくいします。覚えている？金魚の話。コップで飼ってたんでしょ？もちろん覚えているよ。おもちのさんがくれた金魚鉢に入ってる金魚、ここで救ったんだ。よし、頑張って救うぞ。え、もう一回？わ、めっちゃ子供に見られてんじゃん。わ、どうだ、一回やっていくかい？買いたい。買う？あー、もう全部買っちゃってた。はい、やって。ああ、取れなかった、残念。金魚をあげましょう。金魚を渡した。くれるの？ありがとう。この金魚も大きく育ってほしいな。かき氷だ、かき氷。天真爛漫と言うべきか、自由奔放と言うべきか。はい、お祭りといえばかき氷だね。まあ、はい。わあ、ありがとう。うん。で、終わり。盆踊り大好き。こうやってたくさんの人がみんなで盛り上がっているのは楽しいね。そうだね。誘ってくれてありがとう。うん、ちょっと僕ん家すぐ近くなんだけど、ちょっとお茶でも飲んでいかない？あのね、もしかしたら気づいてるかもしれないけど。ん？何ですか？告白ですか？ユキのお父さん、もういないんだ。あ、お父さんってあの釣りを子供の頃に連れて行ってくれたっていうお父さんか。なんだ。お父さんがいなくなったとき、大切な人がいなくなるなんてもう二度と味わいたくない。あれ、告白じゃないのかなって思ったらまた戻ってきたね。でもみたいな。いなくなる辛さを味わうなら最初から大切な人を作らない方がいいやって思ってたの。でも、でもって言って。でもね。あ、言った。あなたと出会って新しい思い出がいっぱいできて。うん、ちょっとアパート近くだから寄ってかない？噛んじゃったけど。過去に縛られているよりも今を楽しもうって思い始めるようになったんだ。いいよ。あのね、あー、お面取ってあげればよかったわ。なんか閉まらないね。雪はね、うん、君のことが好きなんだと告白する。前からお前のことは大嫌いなんだと言い放つ。どうしたの？顔色が悪いよと話をそらす。あー、まあのりこさんにも行きたいんですけどね。まあでも
先にユキちゃんに手出すか。俺、君のことが好きなんだ。嬉しい。あなたもユキと同じ気持ちだったんだ。そうだね。ありがとう。いいえ。あ、花火が。あらららららら。花火だ。盛り上がっちゃってまあ。綺麗。お前の方が綺麗だよ。とかなんとか。え？1時間が過ぎた。何やったんだお前ら。終わっちゃったね。そろそろ盆踊りも終わりみたいだし。終わりみたいだから。ねえ、この後どうするの？ユキはもう家には帰りたくないな。あのアパートがあるんで、家近いんで来な。ああ、だったら俺の家で一緒に暮らさないか。だったら新しいアパートを探すんだな。君が好きなんだけど家には誰も言えたくない。いやー、なんかどれも突飛だな。まあ一番上だろ普通に考えて。うちに帰りたくないのなら俺の家で一緒に暮らさないか。おお。え、嘘、今なんて言ったの？もう一回言ってほしいな。もう一回言っちゃう？あー、同じことは二度言わない主義っていうのもこう昔の男の子っぽくていいよね。いやー、でも俺あれだもんな、事なかれ主義だからな。上だな。うちに帰りたくないのなら俺の家で一緒に暮らさないか。嘘じゃないよね、あなたと一緒に暮らせるんだよね。まあでもかなりギューンと近づいたけどね。かなりギューンとステップアップしたけどね。嬉しいな。だって釣りやって盆踊り行ったぐらいしかやってないからね、デートらしいデートはね。じゃあユキ、今からお父さんにあなたと一緒に住むって電話してくるね。あれ、お父さんいないって言わなかった？お父さんなんていうかな。あれ、お父さんいるの？ああ、あるね。お前は俺を騙したな。まあ頭がおかしいのではないかとしばし悩む。まあ頭は おかしいのかな。でも昔の女の子ってこういうところあるからな。ああ、まあ事なかれ主義だからな俺は。あれ、お父さん、お父さんはいなくなったんじゃないの？うん、うん、いないよ。お？お父さんは1ヶ月前から本社へ転勤になって引っ越していったの。はあ。だから今家にお父さんはいないんだ。お母さんは？お父さんに言ったら寂しがるかもしれないな。お母さんだけに言えばいいんじゃないかな。お母さん死んじゃったんだっけ。いろいろ準備してあなたの家で待ってるよ。じゃあね、バイバイ。バイバイ。おお。まあとりあえずお面取っちゃうか。メガネ、メガネ、あったあった。うん、まあ家帰るか。じゃあもうやることないし、前の動画とか見返して岩田って誰だっけから思い出さないといけないし。はい、入る。うわー、待ってる。おかえりなさい。ただいま。電話が鳴っている。え、出ようか。
もしもし。白石です。あー、このタイミングでこのタイミングでのりこさん、え、もう知っちゃったんですか。いや、忘れそうだな。次の金曜か。は、一方的に。いやー、モテる男は辛いね。なんか話しかけたらなんかコマンド出てくるかな。違う違う違う。電話じゃないんだ。おかえり、大好きさん。今日のパチンコはどうだった？あー、なんか頭の悪いカップルの会話になってる。まあまあ。まあまあだったな。そっか、明日はもっとたくさん出るといいね。明日も暑くなりそうだね。明日も晴れるといいね。あ、微妙にセリフが変わってる。あ、もう終わった。これからなんか、あ、ついてくるね。なんか特別なことあんのかな ?3 みたいに。なんか、コスプレとかはできそうだけどね。まあいいや、今日も疲れたから寝る。はい、ということでね、風録やっていきましたけども、ちょっとね、序盤のマリンちゃんのポーズをね、獲得するので、結構僕が精神的に疲れちゃいましたんで、今日はここまで、またね、見返して、次の動画元気よくやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよならー。